C 国語自慢の空母が絶不調らしいぞ。ププ、所詮模範しただけの兵器だからでしょ。しかも、大失態を暴露されしくじり先生状態だぜ。とどめの一撃いっちゃおうかしら、これは気になるわね。ということで今回は中国の自慢の空母が絶不調、次々姿を消すをお送りするぜ。皆さんの意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、C 国初の航空母艦遼寧が8月下旬、C 国人民解放軍海軍の北海艦隊の司令部がある、山東省青島市の軍港ではなく、遼寧省大連港の造船ドックに停泊したんだ。ふむふむ。専門家の間では、遼寧に何らかの不具合が生じたとの見方が強く、修理のため、このまま3、4年は出航できないとの指摘も出ている。と C 国の人民日報傘下の人民網が伝えているぜ。遼寧艦は確か C 国が初めて作った空母よね。そうだな。私の記憶が正しければ、戦場カジノにするからってウクライナから中古を買ったはずだぜ。ネット上では海に浮かぶスクラップとかしたなどの痛烈な批判が目立っているようだな。カジノでしょ。そんな遼寧は終戦記念日の8月15日、母港の青島市の軍港を出港し、艦載機の離着陸訓練などを行うほか、浙江省沖で行われていた海軍艦隊の軍事演習に合流するとの情報も流れていたんだぜ。しかし青島出港8日後の23日、大連港の造船ドックに入ったことが確認されて、それっきりだぜ。それっきりそれっきり、もう、それっきりですか。桃江ちゃん200万回謝れ。まあ、離着陸訓練という名目でまた挑発するつもりだったんだろうが、青島港を母港にした時点で北海艦隊に配備されたと伝えられていたが、大村寺に戻ったことについて、C 国の空母の専門家、李氏は人民網に何か重大な不備や欠陥が見つかった可能性があり、緊急に修理する必要があったのではないか。今後3、4年かけて設備を交換したり、装備を加えるなどの作業が行われる可能性もあるとコメントしているぜ。もうそのまま引退した方がいいと思うの。C 国海軍の専門家、劉氏も人民網に対して、艦載機の離着陸訓練で何か重大な欠陥が見つかった可能性がある。艦の構造上の問題か、動力の問題、あるいは積載している兵器、装備の問題などが発見されたと考えられると指摘しているな。ネット上では、これらの専門家のコメントの信憑性に疑問を持つ声が多数寄せられているが、一部では遼寧は10年以上も大連で改修工事を続けてきた末にようやく艦隊配備されたのに、また大村寺に逆戻りしたことで、海に浮かぶスクラップであることが改めて証明されたとの辛辣な声も出ているぜ。中古品を改造したものにそこまで期待していたあなたたちがおかしいのでは？今の C 国なら新しい空母を作った方が早いんじゃない？次の空母の名前は台湾1号とかかな？そんな遼寧の搭載機は J15 艦上戦闘機 ×24機、K28PL 対戦ヘリコプター ×6機、K31 早期警戒ヘリコプター ×4機、Z9C 救難ヘリコプター ×2機の合計36機を搭載しているぜ。その搭載機は何に使うのかな？カジノで勝つと賞品にもらえるのかしら？そんなわけないだろ。敵のミサイルから艦艇を防御する電子戦対抗手段として、おとりとなる CHAF24 連装投射機 ×2機、大魚雷デコイ16連装発射機 ×4機を装備しているぞ。未だ使われたことがない装備だけどね。視聴者の皆さん、C 国4隻目の空母の名前は何になると思いますか？コメント欄で教えてね。さて、収益同時派 C 国初の国産空母ということで様々なメディアから注目を浴びた遼寧だったんだが、後にカタパルトを開発する技術がないことが判明しているんだ。ふむふむ。艦載機が着艦する際のアレスティングフックを引っ掛けるワイヤーの技術や、空母の命でもある動力が結局はディーゼルエンジンになるなど、問題だらけの空母となっているのも感慨深いぜ。パクリしかできないからね。ウクライナに放置されていたバリアー具の悪いところだけ模範したんだろうね。そんな C 国が1隻目の遼寧の技術と反省を活かし、自国で建造した2隻目の空母が3トンだ。またしてもポンコ。3トンの建造は大連造船所で行われ、1隻目の遼寧は輸入した空母であったため、3トンは C 国で初の正真正銘国産空母となっているぜ。なお、技術は他国のパクリである模様。新華社によると、3トンは2013年11月に寄港し、浸水前に式、発電機などの主要システムの装備を終えたとしていて、2019年12月17日、正式収益と同時に新潟航空母艦3トンと発表されたんだ。発艦方式は前級の遼寧と同じスキージャンプ方式であるが、遼寧のジャンプ台の角度が14度なのに対し、3トンは12度となっていて、
また、遼寧より格納庫のスペースが10基分広くなったことから、より多くの艦載機を搭載できるのも特徴だ。なお、まともに任務で使われたことはない模様。搭載されるレーダーも 346B 型になり、アップグレードされているし、課題であった艦載機の着艦時に使用するアレスティングフックの技術はロシアからの技術援助により解決しているぜ。でも、カタパルトの開発についてはまだ解決していないんでしょ？もちろんだ。やっぱりね。でも、どうしてそんなにアメリカと張り合うのかしら？1996年、台湾総統選挙で発生した第三次台湾海峡危機で、アメリカ海軍は空母ニミッツとインディペンデンス率いる2つのストライクグループを派出。このプレゼンスに当時の C 国の軍事力では全く対抗することができず、ただ指を加えて見ているだけという惨めな結果に終わったんだな。え？だから、今度こそは自国で生産したいって騒いでるだけなの？そうだけど、それだけではないぞ。じゃあ何なのさ？霊夢の言う通り、その雪辱を果たすために、C 国はアメリカに対抗すべく自国でも空母打撃群を持つことを目的にしたわけだが、インド洋、南シナ海、東シナ海と手を広げる C 国は、近隣諸国に対して空母打撃群によるプレゼンスを示すことも目的なんだぜ。つまり戦争大好きっと。そして C 国3隻目の空母復権がアジアのパワーバランスを揺さぶる兆候を漂わせているんだ。出たわね復権。確実に次の空母は台湾、次は東京1号とかになりそうだわ。しかも、復権の排水量約8万トンというのは、これまでの C 国の空母遼寧満載排水量5万9439トン、3トン満載排水量6万6000トンのみならず、フランスの原子力空母シャルル・ド・ゴール満載排水量4万3182トン以上なんだぜ。とんでもないスピードで急成長しているわね。C 国国営の新華社通信によれば、復権は初のカタパルト射出機を搭載した空母で、アングルドデッキ斜め飛行甲板を採用していて、電磁カタパルトとアレスティングワイヤー着艦制動作を配置しているらしいぜ。電磁カタパルトを搭載しているの？ついにそこまで来ちゃってるの？しかも、電磁カタパルトを空母が装備すれば、艦載戦闘機は自らのジェットエンジンのパワーのみに依存するのではなく、空母甲板の電磁カタパルトによって打ち出されることになり、艦載戦闘機の発艦頻度が増えるはずだぜ。かなりまずいんじゃない？日本も中止とか異次元の対策とか言ってる場合じゃないわよ。加えて、艦載戦闘機がミサイルや爆弾を満載していても、燃料を減らすことなく空母から発進させることが可能となり、強力なジェットエンジンを持たない早期警戒機等も電磁カタパルトにより発艦できるぜ。C 国にはお金ならたっぷりあるからね。そして、射出する戦闘機の重量制限が緩和されるなら、将来は C 国空軍の大型ステルス戦闘機 J20、または、それより小型の J31 戦闘機、FC31 の艦載バージョンを開発し、復権から発艦するはずだぜ。でもさ、本当の本当に C 国空母に電磁カタパルトが装備されているの？これが、電磁カタパルトは、発電量が豊富な原子力空母の米海軍ジェラルド・アール・フォード級には適した装備と言えそうだが、C 国の復権は原子力空母ではなく、その動力は IEP。つまりディーゼルエンジンなどで発電した電力で電気モーターを駆動しスクリューを回す方式なんだな。ディーゼルエンジンのままで、大電力の電磁カタパルトを？ああ。英海軍のクイーンエリザベス級空母も推進方式は IEP だが、艦載戦闘機の発進方式はスキージャンプ方式だぜ。あのイギリスでさえもスキーキャンプ方式なんでしょ？電磁カタパルトはやめて、ピップエレキ版にした方がいいんじゃないの？まあ、復権は今後、洋上での試験を続け、2024年にも C 国海軍に収益すると見られているがな。無理して爆発でもしないでね。海のお魚さんたちが迷惑だからさ。そんな復権だが、実はな。実は？チャンネル登録と評価ボタン、コメントをしてくれた方に、復権 HG プラモをプレゼント。しねえよ。そんなプラモあったら私が欲しいわ。空母復権は、C 国人民解放軍トップを務める習近平国家主席が命名したんだ。本当に？ C 国の海軍は高素石膏など、沿岸地域の省からの命名を準備していたんだ。それを習近平国家主席が復権にしたってこと？ズバリその狙いとは？ズバリ言うわよ。C 国海軍は2021年4月5日、C 国3空母遼寧など複数の艦艇による、台湾周辺海域での軍事演習を今後定期的に実施していく方針を明らかにしていたんだな。しかも、C 国による台湾への挑発的な行動は日々繰り返されているんだぜ。つまり、台湾を制圧する意図がある、だから福ちゃん、じゃねえや復権だと？そういうことだ。また、
台湾の建国記念日にあたる2020年10月10日、四国人民解放軍は東南部沿岸の広東省と福建省で台湾侵攻を想定した軍事訓練を実施し、同年12月には四国軍空母3トンが台湾海峡を北から南に向かって通過したんだ。もはやロシアのプーチンと同じレベルだよ。いやむしろ。同時に四国は台湾を革新的利益に位置づけているのも興味深いぜ。なんそれ？革新的利益とは、四国が絶対に譲ることのできない利益で、香港やウイグル、チベットなんかを欲しがっている理由でもあるな。なるほどね。このような理由から習近平国家主席自らが命名したとする官名福建は、台湾と向き合う福建省にちなんだとあって、台湾侵攻を強く意識したものとの見方が各所で指摘されているな。本気ってことね。四国の海軍は江蘇浙江など沿岸地域の省からの命名を準備していたところを変更してまで福建にしたんだから、習近平はマジなんだと思うわ。さて、2019年9月6日、新浪軍事は、四国の大型駆逐艦の建造速度が急速に高まっていると伝えているんだ。ふむふむ。まるでコピーペーストをするかのような速さだと評していて、四国や米国のような海軍強国でも、第二次世界大戦期のように7日で駆逐艦1隻を建造したり、1ヶ月で空母収益させるといったシーンを再現するのは非常に難しくなったとした上で、しかし、特にこの10年近くで四国海軍の造船能力はますます舌を巻くほどの速度にまで高まっていると報道しているぜ。もはや、四国にとって空母建造は、数ヶ月でできるプラモデルみたいなレベルなのかな。まあ、HG グレード程度の認識かもしれないぜ。その上で、ここ数ヶ月において、四国南部の造船所で3型空母と75型強襲揚陸艦の建造が急速に進んでいることに注目されている、としているな。そして、遼寧省の大連造船所の航空写真からは、少なくとも55型1万トン級駆逐艦2隻、52D 型駆逐艦2隻が建造中で、さらに55型駆逐艦4隻を含む駆逐艦が停泊、テスト中であることが見て取れると報道しているぜ。とんでもないスピードね。もはやガンプラ作ってるレベルだわ。そして、2ヶ月前には55型駆逐艦2隻はまだ着工しておらず、52D 型駆逐艦の建造現場は空き地だったと紹介し、これまで大型駆逐艦の建造速度は1、2年に1隻ペースだったが、今ではわずか2ヶ月の間にこれだけの駆逐艦が出現するようになった。その建造速度は確かに極めて大きく進歩したと伝えているぞ。アメリカよりも速そうだわ。記事は最後にこのような建造速度には短足を禁じ得ない。四国海軍造船所の建造能力はもはやショートカットによるコピーペーストをするような速さであると評して記事を終えているぜ。誰がうまいこと言えと。しかし、空母を運用するためには、艦載機と空母打撃群と呼ばれる取り巻きの船が重要なんだな。空母は攻撃能力が低いから守ってもらわないとね。そうだな。そこで、艦載機として建造されているのが J15 艦載機だぜ。原型となったのはロシア製スホーイ33なのだが、ボディはそこそこ手が入っているようで微妙に形は違うんだな。だがしかし、エンジンはコピーできていないようで、依然としてロシア製のエンジンなんだぜ。エンジンはプーチンからパクれてないんだね。もう一つが J31 戦闘機なのだが、こちらは J15 よりも開発が進んでいないような感じで、まだまだ開発の道のりは険しそうだ。一生完成しなくていいわよ。まあ、順調かどうかわからない戦闘機の開発はさておき、駆逐艦に関しては多数確認されているようだ。日本の近所物騒すぎでしょ。四国メディアのわたまもうによると、四国産の新型ミサイル駆逐艦55型の1番艦が24日午前、初めての試験航海を始めとのことで、55型駆逐艦は満載排水量が13200トンとされており、同7000トン弱とされている前級の 52D 型と比べて2倍近い排水量だ。多数作られていると思われるのが55型ミサイル駆逐艦であり、VLS が112セルという多数のミサイルを抱いて、最新のレーダーを備えた艦であるらしく、これが何隻も建造され、戦いの時を鳴っているらしいぜ。もう日本も戦いの準備をしないといけないかもね。総員、戦闘配備。これからも四国から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。